青い土。昔昔、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんが山に芝刈りに出かけるとき、優しいおばあさんが急に真剣な顔になっていました。昼になったら必ずこのお弁当を食べてくださいね。やがて昼になり、おじいさんは切り株の上に腰掛けて弁当を開きました。中にはおむすびが3個。その中の一つを一口食べた途端、おじいさんは言いました。ああ、おいちい。ああ、おいちい。ああ、おいしい。青い土。カエルの怨霊。ある夜、男と女は田舎道をドライブしていた。河原城からは西のカナが流れている。道の脇は田んぼ。カエルの鳴き声がする。ところがだんだんカエルの鳴き声が大きくなっていくのだ。河原城から流れる西のカナの声も聞き取れなくなるほどに。え？これって。それでもカエルの声は大きくなっていく。男はついにボリュームに手を出した。女は小さな声で言った。カエルの音量。カエルの音量。カエルの音量。みたいなよその国。